We are here. WA Radio. WA Radio. 河瀬直美、アンドレア・ポンピリオン。まあそんな忙しい中、うん、ドタバタ感今年はすごい。えらい、もう半端ないよ。僕らもずっとこれはもう見てきてるんだけど、まあさっき言ったように、はい、まあ、数日前ようやく東京から奈良に戻ってきて、うん、そうです。戻りました。オリンピックのまあ総括、はい、まあ、ドキュメンタリー制作ということで、うん、まあ当然まあ1年延期っていう中での、うん、ものすごい展開でのドキュメンタリー、はい、まあ、記録を撮ってるという、うん、いうことだけど、はい、まあ、ようやくオリンピックも開催され、はい、まあ、ずっと東京やらいろんなところ、うん、各地、うん、行きましたね、ほとんど一人で回ってるような行きましたね状況だったけど、はい、どうでした、どうでしたって言ったらあれですけどもうね、まあ、話も何度かしてる中で一言では言えません。言えない。この間どこまで話したっていう感じやけど、あれは東京に入って今から頑張りますよみたいな、スタートしますよっていうことで、そうそう、東京暮らし始まるよと、うんうん、実際にね東京暮らしがもうキックオフして、そうそうそう、うんうん、あれだったけども、うん、まあいろんなことのあった今年のオリンピック、うん、そうですね、もう直前で言えば、うん、福島に、うんうん、東球場に、うん、まあ、ソフトボールの最初の試合があるからっていうので、うん、行ったのが、まあ、19日とかですよ、うんうんうん、でも23日からオリンピック始まったけど、うん、もう20日から試合は始まってたのね、 そ、はいはいはい、そこは、うん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 、なので、まあ、結構いろんな、なんていうかね、偉い人たちもそこに集まり、行って、うん、でそういう風に行くで行って帰って来る時やな、だから、うんうん、福島までやっぱ車で行ったんですよね、うん、私らね、もうね、うん、でも制作チームバーッと、そうバーッと行って、で帰りしなに、直美さん開会式やられちゃってますよみたいな、うん、え、何何ですか何ですかって、小林健太郎さん、はいはい、うん、はいはい、が、はいはい、何十年か前に、はいはい、こうされていた、うん、まあね、ちょっとこう繊細な、うんうん、なんか内容のものを面白おかしくやってたっていうようなことですよね、うん、あれってね、そうそう、だけどそれがこう今出るんだみたいな、もう前日ですよ、うん、前日だったね、そうだよ、うん、で、うん、はっきり言って私たちリハーサルも出てるから、はいはい、あの日行く前に開会式のリハーサル元気よくやってたから、うん、もちろん、うん、でみんなもそこでコミュニケーション取ってやってたし、うん、リハーサル結構長かったもんね、リハーサルはもうタイムライン一緒の風にしてやってたから、ね、うん、でそういう風なことになったので、うん、大丈夫っていう感じでね、うん、まあ、その前の日にはコーネリアスの問題があったけど、はい、パンパンって連続で来たじゃない、もう、ね、この時期に出すつもりやったんやっていうことですよね、それが出ていくっていうのは誰か出してる人にとってみればね、うんうん、で本人たちも知らないしチームも知らないしっていうところで、うんうん、バンバーンってやられてしまっていて、でもここに来て何かがなくなるわけでもないじゃないですか、うん、やるじゃないですか、うん、でも、まあ、だから音もこう作り直さなきゃいけないとか演出家がいないとか、実際そうなったんでしょ、もちろん全部そこ、まあ、作り直し、うん、やり直し、まあ、これはもう省くしかないみたいな、そう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 、そういう、そう、まあ、見て分かったけどね、うんうん、だから、まあ、リハで見たものは一切、今一切ってことないだろうけど、まあ音は変わってるし、うんうん、だけど出てるキャストとかを変えるわけにもいかないとかっていう中で、組織委員会が出した発表はご存知の通り、うん、このままいきますというか、全てが小林さんの演出っていうわけではないわけで、うん、そのチームがみんなで一緒にやってきたものだから、うんうんうん、だけど小林さんはあれはだから、辞退じゃなくて解任みたいな風になったじゃないですか、そうね、そうね、うん、だからちょっとまあ、私はもうその去年からずっとね、いろんな開閉会式に関してはこう問題というか事件というかが文春 4連弾みたいな感じであった時も、うん、
うわーこれ全部取っていくねんなっていう風に、うん、まあ、少なからず関わってますので、あのなんていうか、そこに撮影こんな風にやるって思いを皆さんから聞いてますから、私は、うんうん、だから、あ、まあ、事実無根というわけではないにしても、うん、出ている内容が、うんうん、だけどそこをこう全部首取っていくようなことになるんだな、この時代みたいな、うんうんうん、これ怖い。で、私こう帰りの車の中で、あのプロデューサーから、直美さん、直美さん大丈夫ですよなんかってごめんなさい、私そっか、どうだかったかなって、いやいや、まあ、もちろん叩けば埃の出る体ですよ、うん、みたいなぐらいですよね。私たち全員そうですよ、そんなの人間なんて、我々みんなそうですよ、うんうん、だけど、うん、まあ、私は見ているだけですから、まあ、言うたらこう関係性としては中に入って、私は組織委員会の人間でもないし、うん、何のジャッジもしてないから、ね、記録している人なのでね、うんうん、そこはだけど人間としては知らない中じゃないというか、取材もして彼らの思いも聞いていたから、うん、これはどうしたものかっていうのがまずもう本当に入り口でありましたよね。そうだね、まあ、あの、じゃあ、まあ、あの開会式もね、はい、自分も、まあ、当然、どうだった見て、はっきり言っていい、言って、ものすごい残念でした、はい、残念っていう言葉が合うかどうか以上に、うん、ものすごいフラストレーションも感じたし、もう、私の周りは全員そうですよ、もちろん、もうありえないと思う、っていうか、まあ、本当に日本を表現するっていう時に、そう、もったいないことしましたねっていうことはあるよね、せっかくのね、この大舞台で、やっぱり、あの、まあ、表現の仕方もあるだろうけど、セレクションもあるだろう、演出もそうだけど、すべてに対して何のプラス要素もなかったのね。だからね、表現ってさ、一個のものをこう見せるときには、映画は特に、まあ、私は心がけて、ね、やっぱ 背骨通さんとあかんですよ、うん、だから誰かが本当に全部を統括して、うんうん、あの、その世界が最終的にどこに落ちていくかっていうことの責任を取ってないとダメなんですよ、覚悟とね、うん、だけどやっぱりこういろんなことがあったから、うん、誰がそれをやってんのっていうのが見えないままに終わってった、うん、だから一個一個取れば、それはみんなキャストも頑張ってやってると思うけども、もちろん、ね、だけどやっぱり関わる人たち、特にまあキャストだったり出演者も含めてだけど、やっぱりある程度のプライドを持って参加してるし、うんうんうん、だから彼に対してのリスペクトがなかったっていうのがすごい残念、うん、見てる側もそう、うん、さらにやっぱり日本を発信していくっていう場だからさ、うんうんうん、だからまあ自分は関わってないから批判するのは簡単だよって言われちゃうと思うんだけど、うん、ただやっぱり制作に関わる人間としてもね、すごい残念に思うのよ、こうじゃないよねって、でこれ今の日本これじゃないよねって、なんでまた合わせようとしてるのとかね、海外のテイストにとか、もう細かいとこいっぱい、もうリストアップするぐらいいっぱい、で閉会式もそうだったけどね、それはまあ後ほどまたあれだけど、いやそうはねんな、だからなんか昨日、あの、もう多分本人別に名前出していいと思うかいけど、越野純子さんって最近仲良くさせてもらったんですけど、衣装でね、うん、そうですね、で純子さんから連絡あって、うん、まあ、オリンピックお疲れ様、パラリンもやるのね、いや私パラリンはやらないんですよ、うん、ちょっとその辺誤解されてるところがあるんですけど、ね、うんうん、オリンピックだけなんです、 IOC だから、うん、はい、うん、IOC からの依頼でやってます、そうですそうです、うん、で、まあ、あ、そうなの、じゃあいいんだけど、でもね、あんなのやるぐらいだったらもう入場行進だけでよかったのにって彼女も言っていてやっぱりそう、ね、かわいそう、うん、なんか日本恥を見せたようなものね、恥、うん、みたいなことを言ってたから、あ、まあそれなりにやっぱりそういうふうに、うんね、トップクリエイターたち日本のは、うん、とても残念に思っただろうなって、うん、思ういうのは思う、ね、だから結局で何が、まあ、例えば SNS もそうだけど、あのコメントとして広がったかというと、これで163億円かけたのみたいなとかさ、いわゆる金額的な要素が出たじゃん、うん、で、まあ、まず163っていう数字自体がどうなのかっていうのはあると思うんだけど、はい、その前の段階のプロセスとしてね、うんうん、これは演出じゃないよね、ただ今例えば、ねね、この前のユースの話もそうだけど、うん、あの彼らの表現、うん、彼らが今表現を学んで表現の仕方とかも実際に経験していくっていうプロセス自体がやっぱりなかったことによって
ああなっちゃったのか、うん、大人のね立派な大人が、うん、なのか。だけど僕が知っている日本の表現者のトップレベルはやっぱりこうじゃないもん、うん、こうじゃないよ、うん、で彼らがやっぱりセレクションされてないあるいは参加してないっていう理由も見えてきた、うん、参加したくなかったんだなって。もしかしたら声掛けはいっぱいあったかもしれない、うん、だから結局、まあ代理店さんの方で統括してると思うけど、うんうん、セレクションの枠があまりにもなくて、そうやね、うん、こうなったっていうこともある、うんうんうん、ただじゃあ出演した人たちに失礼だからそれは、うんうんうん、そういうわけじゃなく彼らもっと綺麗に表現する場を与えなきゃいけなかった、うんうん、演出をしなきゃいけなかったと思うんだけど、うんうん、それもやってないねえ。未来くんとかね、もうねもったいないねえ、もったいない。本当だよ、未来くん踊って入場行進でよかったんじゃない。本当だよね。で入場行進もまあだから、うん、状況も状況じゃない、やっぱりお客さんも入ってないし、はいはい、あくまでも映像でしか表現してない状況だから、うんうん、関係者だけのなんか身内のパーティーになっちゃおかしい話だから、はい、そこもやっぱ考えるべきだったし、うんうん、だから学ぶこといっぱいあったと思う。ただもうやっちまったから、うん、これはそう、ね、開会式も閉会式もやっちまったシリーズになっちゃったから、うんね、これはこれで歴史として残る、うん、となってくると注目はどこに行くかというと河瀬直美に行くのよ。どうやって表現すんねんと、そうどうやって記録すんねんと、記録っていうかそれを後世にどういうふうに伝えるのってことでしょ。そうそうなんですよ。だからそういうところ、まあ、僕らもそうよ、うんうんうん、アナウンサーをね2パターンぐらい出してくると思うんだよねとかね。